回お話しする理不尽は、前漢の第7代皇帝、武帝の寵愛を受けた女性です。武帝が即位する紀元前141年は、劉邦によって漢王朝が建国されてから65年目です。漢王朝は紀元後8年に一旦滅亡するので、それまでを歴史上、前漢と呼びますが、前漢は武帝の下で最盛期を迎えることになります。では、理不尽について詳しく見る前に、まず、その恋の相手である武帝がどのような人物だったか、以前の前漢についての動画から抜粋して見ておきましょう。16歳で即位した武帝は、その在位中に積極的な拡張政策を取ります。まずは、劉邦の時代には、漢朝よりずっと強国だった北方の匈奴がターゲットです。武帝は匈奴に敗れ、部族を挙げて西へと逃げた大月氏と同盟して、匈奴を挟み撃ちにすることを考え、即位早々の紀元前139年に大月氏への使者として長剣を派遣します。長剣は途中で匈奴に捕まり10年余りも抑留されるなど大変な苦労をして大月氏に着くのですが、大月氏は今は周辺に強い敵はおらず、豊かに暮らしているからといって、同盟に応じませんでした。長剣はこの施設の目的を果たせなかったのですが、この旅行で得た聖域の情報が、その後の漢の強度対策に大いに役立つことになります。同じ頃、武帝は4人の将軍に命じて、強度に攻め込ませました。4人のうち2人は強度に敗れ、1人は強度に遭遇できなかったのですが、下手から武帝の皇后に上り詰める英子府の弟の英政が快勝します。長城を越えて勝利したのは漢の建国以来70年で初めてのことで、漢の人々は歓喜しました。姉のおかげで出世したとはいえ、英政は非常に有能な将軍でした。翌128年、匈奴が反撃してくると、英政はこれを返り討ちにしてしまいます。さらにその翌年、長城に沿って西へ進撃し、秦代の末に匈奴に奪われたオルドス地方を奪還しました。匈奴では後継争いが起きて混乱が生じ、その機会に武帝は匈奴に対する攻勢を一層強めました。連年衛星や衛星のいとこの拡挙兵らが率いる大規模な軍勢を匈奴領内に送り込み、そして紀元前121年、拡挙兵が率いる大遠征軍が春、夏、秋の3回の遠征で黄河の西側の河西地域を攻め取りました。そして紀元前119年、武帝は騎兵だけで14万という大軍で匈奴を完膚なきまで叩きます。衛政と拡挙兵の両将軍は匈奴を次から次へと倒し、匈奴の損害は8万人を超えたとも言います。匈奴は北方に去り、その後20年間、匈奴との大規模な戦闘はなくなりました。北方での戦いにけりをつけた武帝は、続けて南方や東方の攻略を行います。南の王国、南越は、劉邦の時代に漢の皇帝に臣属することを約束した諸侯王の国でした。紀元前112年、南越の上将が反乱を起こしたため、武帝は小国の野郎に軍を設置して直接支配することとし、その後野郎を攻撃の拠点として南越に大軍を送り、紀元前110年にこれを平定しました。そして南越に9つの郡を設置して直接の支配下に収めました。この時武帝は東越も漢に協力して南越を討つと約束しながら、裏では南越と通じていたという理由で滅ぼしました。紀元前109年には、現在の雲南省昆明市の周辺の国、辺を攻撃して勝利し、益州郡に編入しました。同じ年、東の朝鮮征伐も行われます。この戦争は、南方の場合とは異なり、順調には進みませんが、なんとか平定し、朝鮮半島に4つの郡を設置しました。さらに休むことなく西方にも軍を送ります。紀元前108年、ローランを攻撃し占領しました。50歳を過ぎた武帝は大燕の両馬を所望し、
使者を送りましたが、大炎王がそれを断り、使者を殺したため、大炎へ、今回の主人公である、李夫人の兄の李光利を将軍とする軍を送りました。郷土を相手に連戦連勝した衛星が4年前に亡くなっており、これ以降、李光利が武帝に最も重用される将軍となります。姉または妹が武帝に寵愛され、そのおかげで出世したという点では2人とも同じなのですが、郷土に連戦連勝した英雄衛星とは異なり、李光利の将としての才能は凡庸だったようで、この第1回目の大炎遠征は失敗に終わります。李光利は紀元前102年に再度大炎に攻め込みます。今回は大幅に兵力や兵糧が増強されていたおかげで勝利して両馬3000頭を得ました。また郷土に向かった使者が抑留される事件が起き、紀元前99年に李光利が3万騎を率いて郷土に攻め込みました。李光利は敵1万余りを倒したものの、帰還の途上で郷土の大軍に囲まれて全軍の7割ほどを失ってしまいます。以上のように武帝は帝国の領域を大きく拡張し、また内政面でも軍権制の拡大による全土の統一的支配の確立や管理の登用制度の整備、儒学の国教化などを行い、漢朝を強大な国家にしました。とはいえ、武帝を名君と呼べるかどうかは議論の分かれるところです。相次ぐ戦役により国家の財政は苦しくなりましたし、晩年の武帝はかなり情緒が不安定だったようです。また人形で憎い相手を呪い殺す符子が流行して、社会がかなり不安定になります。符子は厳しく禁じられたのですが、符子を行ったという罪を着せられた衛星の姉の栄光号の生んだ皇太子が反乱を起こし、武帝に攻められ命を落とし、栄光号も自殺させられました。空席となった皇太子に李光利は妹の李夫人の生んだ子をつけたいと考えていたのですが、そのために不幸を行ったとの疑いをかけられることになります。李光利の家族は誘殺され、遠征中で難を免れた李光利は郷土に亡命しました。武帝は紀元前87年に70歳で亡くなりました。その在位は前漢後漢を通じて歴代最長の55年にも及びました。中国最初の歴史書史記では、皇帝の妻方の一族について述べる外戚聖歌で李夫人の家について述べられており、また皇帝の長身について述べる寧光列伝に李夫人の兄の李延年について書かれていて、そこでも李夫人が触れられています。漢朝についての公式な歴史書漢書にはもう少し詳しい記述があります。これら3つの正史の記述を総合すると、李夫人は次のような人物だったようです。李夫人は中山の出身で、一家は皆歌手でした。その兄の李延年は罪を犯して虚勢の刑を受けた宦官で、皇帝の犬の世話係をしていましたが、彼が自作の歌を歌えば感動しない者は誰もいないと言われるほどの人気の宮廷楽師でもありました。ある日、李延年は武帝の姉の平陽公主の館に呼ばれ、武帝の前で歌う機会を得ます。李延年は美人の妹を売り込む歌を自作し、踊りと共に披露しました。これを聞いた武帝は、素晴らしい、そんな美人がこの世にいるのなら会ってみたいものだとため息をつきます。弟に若い賞を取らせたいと考えている平陽公主は、武帝の耳元で延年の妹はすごく綺麗なのよと囁きました。興味を持った武帝は早速その妹を召し出し、会ってみると実に美しく、舞も見事で、一目で気に入りました。李夫人が武帝の寵愛を受けるようになるのはこの時からでした。英雄衛星の姉で、かつて武帝に最も愛された栄光号はもう皇帝の寵愛を受けるような年ではなくなっていました。皇帝の寵愛を一身に受けた李夫人は男子を一人産みました。これが小遊王です。李夫人は重い病に侵されました。
武帝が見舞いに訪れますが、美婦人は布団をかぶってしまい言いました。容姿が病ですっかり崩れてしまい、皇帝にお目にかかることができませんが、私が死んだ後、小幽王と私の兄弟をどうかお頼みいたします。武帝は顔を見せてほしい、そうすれば兄弟に高い地位を与えようと何度も頼みますが、美婦人は受け入れず、最後には口をつぐんで涙を流しながら横を向いてしまいます。武帝は不満そうに帰っていきました。美婦人の姉妹がどうして一度も顔を見せず皇帝を怒らせたのですかと咎めると、美婦人は言いました。私は容姿で愛されました。容姿が衰えれば愛も薄れ、愛が薄れれば恩も絶えます。皇帝が今の私を見ても兄弟のことを思いやってくれるでしょうか。美婦人は若くして亡くなりました。武帝は美婦人の願い通り、李延年を宮廷音楽長にあたる共立と意図し、もう一人の兄李光利を自治将軍として大延遠征の司令官に任じました。武帝は日々李婦人のことを思い続けました。同志が礼を招くことができると述べたので、命じて煙をたかせると、帳越しに見る煙の中に李婦人に似た美しい女性が座ったり歩いたりする姿が見えました。しかし近づいてみると見えなくなり、武帝の思いはますます募り、李婦人を悼む詩を作りました。武帝の崩御の後、大将軍の郭公が武帝の意を汲んで李婦人を祭り、栄光号の範囲で空位となっていた皇后の尊号を李婦人に追贈して皇武皇后としました。李婦人を一躍有名にするのが兄の李延年が作詞作曲した歌です。曲の方は残念ながら今では知ることはできませんが、歌詞は2100年を経た現代でも鑑賞することができます。北の方に美女がいます。この世のものとも思えない、並ぶもののいない美しさです。ひとたび振り返ると町を危うくし、再び振り返ると国を危うくします。町や国を傾けると分かっていても、これほどの美女を得る機会を逃すことなどできるはずがありません。この歌では現代でも日常的に使われる美女を表現する単語が複数使われています。絶世、傾城、そして渓谷です。絶世、傾城、渓谷という言葉はもともと美婦人の美しさを表すために使われた言葉なのです。前回お話しした唐代の詩人白楽天の詩「長恨歌」は観光、色を重んじて渓谷を思うという句から始まります。観光というのは漢の武帝のことで、渓谷は李婦人のことです。現政権の皇帝のことを直接述べるのがはばかられたためか、唐の玄宗皇帝が武帝に楊貴妃が李婦人に置き換えられているのです。白楽天は楊貴妃の美しさは李婦人によってよく表現できると考えたのでしょう。白楽天や唐代の人々にとって美女といえば李婦人だったのです。白楽天はよっぽど李婦人の美しさに憧れていたのか、その名も李婦人と題する詩を作っています。全36句のうち、李婦人と彼女に対する武帝の思いを描いた第3句から第26句を読んでみましょう。李婦人が病に伏した時、布団をかぶって顔を隠してしまい、天使との永遠のお別れをしようとしませんでした。李婦人は亡くなった後も生前と同じご恩を受け続けました。天使のご恩はつきませんでした。李婦人を思う気持ちもやむことはなく、観戦宮の中に李婦人を描いた肖像画を飾らせるほどでした。でも赤や青の絵の具で描かれた絵に何の意味がありましょうか。喋りもせず笑いもせず、ただ天使を悲しませるだけです。また同志に飛躍の調合を命じ、
玉の釜で煎じ、金の香炉で炊かせました。ここの絵の帳の部屋の中、静まり返る深夜に、霊魂を戻す香が夫人の魂を戻します。でも、夫人の魂はどのあたりにあるのでしょう。煙に導かれて、香が焚かれているあたりにありそうです。すでに来ているのに、何が辛いのか、じっとしようとしません。もやもやとして、ふわふわとして、そして消え去ってしまいました。どうして去るのは早く、来るのは遅いのでしょう。本物なのか、幻なのか、見分けがつきません。翡翠の色の眉墨もありありと見え、かつての美しい顔のままです。逍遥殿で、病に伏していた時のような姿ではありません。魂が戻らない時には、天使の心は苦しく。魂が戻った時も、天使は悲しみました。部屋は明かりを後ろに向けていて、暗く帳を隔てているので、言葉を交わすこともできません。わずかな時間で、遠くから見るだけで一体何の意味があるのでしょうか。では、陸人の警告指数を見てみましょう。警告指数は、中国の歴史を彩る美女たちの美しさを数値化したもので、警告形成度指数、寵愛指数、淑徳指数、推薦指数、逸字指数の5つの数字の合計で表されます。今回はまず、特記されるべき事項を評価する逸字指数から考えてみます。逸字指数の最小はマイナス15、最高はプラス15です。理不尽については、やはり美人を表す単語、警告、形成、絶世のいずれもが、もともとは理不尽の美しさを表すための言葉だったという点を高く評価するべきでしょう。そこで逸字指数は満点の15点としましょう。次に推薦指数です。推薦指数は、公式な歴史書のみならず、詩や小説などでいかに美しく描かれているか、いわば美女として推薦されているかを示し、最小は0、最高は10点です。楊貴妃の場合と同様に、白楽天が理不尽についての詩を作っている点が高く評価されます。ただ、白楽天の詩は武帝の亡くなった夫人への思いを描くのが中心で、理不尽の美しさについての記述は、楊貴妃を描いた長恨歌と比べるとずっと少ないので、推薦指数は2点減点して8点としたいと思います。と、ここまでは高得点が続きましたが、警告指数に大きな影響を与える寵愛指数はどうでしょうか。寵愛指数は、どの程度君主の寵愛を受け、君主を続婚にし、骨抜きにしたかです。最小値は0、最大値は30です。理不尽が武帝の後宮に入ったのは、紀元前110年を過ぎた頃と考えられますが、その後も武帝は西方の狼乱や大燕を攻略したり、北方の郷土を攻めたりなど、若い頃と変わらず積極的な拡張政策を推進しました。理不尽を強く愛したとはいえ、そのために政務をおろそかにするようなことは全くなかったように見えます。よって寵愛指数は0とせざるを得ません。そして警告形成度指数です。警告形成度指数は国家や都市をどの程度危機にさらしたかを示します。その最小は0で、完全に一国を滅亡させてしまった場合に最高点の30が付与されます。こちらもあまり高得点は期待できそうにありません。武帝の時代に漢王朝は危うくなるどころか、統治体制の整備により、むしろ盤石となりました。ただ、武帝は理不尽の死後に、その魂を呼び寄せたいがばかりに、同志の言葉の通りにしましたが、そのようにスピリチュアルなものを重視する姿勢を取ったことが、後に社会を大混乱させる、不幸の流行の一因となったのかもしれません。また、理不尽の兄の李光利に、理不尽の産んだ子を皇太子としたいとの考えがあったことが、李氏の一族の忠殺と李光利の郷土への亡命につながり、社会は動揺しました。
美婦人によって漢王朝はわずかながらも揺れたということはできます。そこで経国形成度指数は3点としたいと思います。最後に性格の良し悪しを示す淑徳指数です。-15から+15の範囲を取り、通常は0で、性格の良さが際立つ場合はプラス、悪女と呼ばれるような場合はマイナスとなります。歴史書、史記には、美婦人の性格についての言及は見られません。官書にある、病で容姿が崩れたので、武帝に顔を見せようとしなかったという点についてはどうでしょうか。布団をかぶって、見ないでください、と泣く姿を想像すると、可愛くもあり、控えめだし、なんともけなげな感じがします。ただ一方で、その目的は、兄弟の立身出世のためであり、実際に弟の李光利が将軍に取り立てられるなど、目論見通りになったことを思うと、彼女の計算高さも感じずにはおられません。そこで淑徳指数は、プラスもマイナスもせず、中立の0点としたいと思います。以上を合計すると、美婦人の警告指数は26となります。